白金学院の七不思議その3。10年以上前、ある生徒が2階のトイレで自殺したんだ。出るらしいぞそいつの幽霊。その話を聞いた先輩は、そんなのただの噂だって笑ってたんだけど、ある時その先輩が2階のトイレでしょんべんして、洗面台で手洗ってたんだ。そしてふっと鏡を見たら、そこには失せ。なんだよお前ら、電気つけろ。ほらほら、もうこの暗幕も外せよ。ぼーっとしてないで。なんだよ、いいとこだったのにさ。そうだよ、邪魔すんなよ。うるさいな。それに今自習の時間だろ。ちょっと目を離すとすぐこれだから。ほら自習して、自習。